こんにちは、こんばんは、ホビドワです。ダークサイダーズジェネシスブレ再開していきたいと思います。ということで、多分今回でボスクリアして倒してクリアできるんじゃないのかとちょっと思ってるんだけど、どうなんだろう。ちょっと気になったことが、右下のチュートリアルオフにできるかな。これじゃないな。どういうことだ。インプットガイド、これかな。あ、これだ。よし、こんな感じで。あれ、いらないよなって今ちょっと思ってたので、こんな感じでいいかな。よし、では、収集品、お金ちょこちょこあるんだけど、なんで貯めてたんだったかな。なんか理由があったはず。まあいいだろ。さて、では早速やってみようか。チャプター6、モーロク。騎士一行は彼とルシファーの計略との関わりを見極めるために、魔王モーロクの、モーロクと対決する。やっていこうぜ。今ちょっと音量なくなってると思うけど、調整中だよ。さて、ではやろう。チャプター16。早速、ボス戦なんだけど。お二人になった。しっかり捕まるんだぞ。まあたまにだが、悪魔を殺すのにうんざりしないか。全然。ああ、そうか。おい、なんだあれは。モロクか。あ、違う、サマエル。いやいや、かっこいいやつだな。おお、共闘してる。騎士どもよ、お先にどうぞ。騎士ども、サマエル、追う手間を省いてくれたな。お前たちが敵でなければ感心するところだ。モーロク、ブラッドマントが破壊された今、もうルシファーの影に隠れることはできない。奴の真の計画について話す。そして、死ぬがいい。口が達者だな。その無駄口が叩けぬよう舌をかっきってやる。モーロク様の恐ろしさを知らしめるためにな。これはお前の戦いだ、騎士。私はここから楽しませてもらうとしよう。この時を待っていたんだ。手加減は一切しないぞ。来い、騎士よ。じっくり切り刻んでくれ。モロクもここで見るとデザインかっこいいんだよな。実際のデザインどうなってんだろう。 3D モデル。悪魔を倒していい気になる。割とかっこいいね。私は別格だ。私は無敵だ。私は無敵だ。集中攻撃。遅い遅い。奴など格下だ。私を倒すのは不可能。本当かな。痛い。ちょっと強い。思ったより思ってる強いぞこの子。近接重視のやつだからちょっと回避やってたんだ。回避じゃない、ごめん。あれやってたんだけど、あの防御。かてえな。かてえ。かてえ。モロクだけ本当に別格に勝て。勝てえし、攻撃力だけ。一応ね、防御したりしてるんだけど。すげえラスボス臭がするこいつ。今までの敵と格が違う。ハードでもですらないのに、あれ使ってるもん俺。ポーション強いね。今までのボスと段違い。おっと、危ねえ。
と待てよ。ヒーリングオーブをドロップさせるか。これだって回復量少ないんだよね。これを取ることによってあのポーションの回復もできるからね。サマエル、そういえばあそこに座ってんな。今気づいたわ。本気で勝てると思っていた。シンシン。おーっと、うるさい。音がうるさいぞ。そう、変身のことをすっかり忘れた。溜まったのだから使おうよね。おお、音量高い。音量注意。これか、この連続攻撃だとあの音がするのか。こしゃくなまねを。これでやる必要ないか。ビームショット。これハードモードだとさすがに、ハードモードというかアポカリプティックモード、さすがに強化が必要になってきそうだな。よし、トウサ。ああ奴の意のままに踊らされたな、騎士ども。悪魔にも悪魔の脅威にもうんざりだ。では安心するがいい。ルシファー様の計画は完了だ。ああ、完了？嘘？仲間は慎重に選んだ方がいいぞ。そうじゃないかね、サマエ。アニムスについては話したのか。おお、あの悪魔は喋りすぎた。ああ、だが気になることを言ってたな。あんた何を知ってるんだ？アニムスとは何だ？何を隠している？真実を伝えないといけないな。だが後でだ。早くポータル。俺の剣はあらゆるものをなぎ倒す。お、取った。モロク。ライフサイズ攻撃力デラスパワーがそれぞれ 2.5% 上昇する。いいね、いいね、強力じゃん。こいつ時代が強かったわけだけど。モロク何属性だ。ほう、うるさい。モロクあった。剣か。まあ、そうだよな。ライフサイズ攻撃力デラスパワーが 10%。おー、最後 10% か。欲しいね。剣のマークここだもんな。他になんかないかな。これは攻撃力で当てた。ああ、難しい。ウルトラスパワー 12%。ああ、難しいぞ、これ。どこ入れるよ。攻撃マークだからな。ここか？ただ、ライフが下がっちゃうんだよね。レギオンボルトスピッター。まあ、ここはモロクの方がいいか。他のステータスも上昇するしね、攻撃力とか。そういえば、なんやかんやで、あれだね。ストライフの攻撃力も500超えてるんだ。まだまだ上昇させる余地がある気がするけど、最終的には HP よりも攻撃力取らないとダメなんだろうな、これ。さて、次はチャプター的にはラストのはずなんだけど、こいつより強いやつ出てくるってこと？ルシファーでいいのか？こいつなんかラスボス臭してたよね。変身とかなかったけど、なんだこれ。これ、野郎の使ってた剣か？サマエル、お前はずっと俺たちを騙していたのか？バカ、わしはただ、
不都合な真実を省いていただけだ。だが今ここで知っていることを話すんだ。お前たちの協力に対する。おっと、 MQ さんいらっしゃい、おはようございます。手短に頼むぜ。ネフィリムの滅亡後、リリスがわしの元へやる。ああ、やっぱりリリス関係あるのか。リリスだと？あの女もこれに一枚噛んでるとは納得だ。リリスは悲嘆のあまり取り乱し、評議会と評議会のために働いたお前たちに報復するための援助をわしに求めてきた。うん。だが彼女は何よりもエデンから逃げた人間どもへの復讐を欲していた。人間が不当に優遇されていると信じていたのだ。なるほど。なんか飛んでったかもしれないけど、飛んでかなかったかもしれない。おじゃドアさん、いらっしゃい、ゆっくりしてってください。説得されたのか。わしは断った。結局のところ調和を重んじるのか。ハートめちゃありがとう。わしの指示が評議会に干渉されるのは不本意だ。これはわしにとってはこれ以上なく痛快なことだったが、敵どもが喜劇的な最後と引き換えに学んだ教訓からも明らかだ。ルシファーか。そうだ。リリスは奴が自分と同じくらい憎しみに満ちた計略を胸に熱視線を送っていることを知った。そして人類を堕落させるため彼らは力を合わせてアニムスを作った。アニムスとは？アニムスは悪意と欲によって満たされる邪悪で誘惑的な影響力のことだ。アニムスにエネルギーを与えるため、ルシファーは王と契約を結び、高い代償と引き換えにそれぞれの王に力を授けた。愚かな奴らは自分が無敵になると信じて合意したのだ。奴はわしにも同様の申し出をした。厚かましいとは思わないかね。代償とは一体何だったんだ？魂だ。死後に魂を捧げるのだ。俺たちはずっとルシファーの手助けをしてたのか。あんたはそれを知り、そうか、殺してしまったわけだもんな。一体何ということをしてくれたのだ。でも他にやりようがないんじゃないのか。お前たちはわしではなく評議会の命令に従って行動したのだぞ。わしは単にお前たちを導いてやっただけだ。その過程で敵の死を望んだとして何が悪い。責任を取ってもらうぞ。おそらく別の機会に。約束した通り、お望みならルシファーの元へ届けてやろう。だが知っておいてもらいたいことがある。あの惨めな人生で初めてのことだろうが、モルクが言っていたのは真実だ。ルシファーは目的を達成した。人類の新たな住処である地球を発見したんだ。アニムスを使って奴は人類を堕落させた。人類を見れば変わったことがわかるだろう。俺たちを地球に送れ。さようなら騎士ども、楽しかったぞ。ここから行くのか。行ってくるか。まあ9割引きだから飛びついちゃってもしょうがないよね。なんだってなんか飛んできた。ちょっと後でチェックしてくる。ちょっと待って。なんだって何が届いてる。あ、本当にギフト届いてる。なんだとって何が。サウスパーク飛んできた。マジかよ。これ配信できないやつだ。オービーチャムに絶対投げとけなくならないゲーム出てきちゃったので投げとくはね、仕方ないね。愛を込めてサンキューサンキュー。これね、やりたかったけど、配信できないやつ。これ配信するとバンされる可能性が非常に高いゲーム。サンキュー。配信はしないけど、これは個人的なので楽しませてもらう。ありがとう。これね、かなりギリギリのネタとか差別ネタ入ってるから、多分配信は良くないやつだと思う。どうなんだろうね。あ、 YouTube にアップしないでミルダムで配信するだけとか。サンキュー、ありがとう。人類の運命は評議会が決めることだ。そうだろう。俺たちはなんてことをしたんだ。見事だろう。
をすれば。こいつらのこれまでの生き方は無意味だ。炎に向かって物語を語ったり、己の惨めな存在の答えを求めて星を見上げたり、我がその答えだ。海岸したあの生物を見ろ。あんなにも幸せそうじゃないか。奴らは初めての感情を味わっている。恐れ、憎しみ、欲望。もしかして奴らは第三王国を築くのかもしれない。どれだけ広がった？さあ、知る由もない。我ら全員を殺すのか？逃げるがいい。できる限り遠くへな。なるほど。ルシファーのせいで地球に争いとかが広まったってことになるのか、今作だと。お、クリアになった。ラストチャプターはこれだけなんだ。ルシファー戦ないんだ。じゃあやっぱさっきのやつがラストだったんだね。スキップ。おお。おお。ストライル、そなたらは評議会に恥じぬ働きをしてくれた。未来永劫断固とした意志で己の務めを果たし続けるがよい。そなたらの努力により人類は生き延びた。ルシファーの陰謀のため犠牲はあったが、攻撃的な人間を処分することは冷酷な任務であっただろう。だが必要だった。第三王国を形づく。あ、フューリーとデスも戻ってる。いつかわかるだろう。残りの人類は厳重な監視のもと保護しなければならない。厳重になる。よく聞け。この七つの封印を施し、調和の名のもとに偉大なる協定を結ぶ。協定は絶対、破る者は四騎士が裁く。封印には我々の意思を明示する。天の子が三人、死に住む者三人、そして最後は我らが英一。以上をもって議決とする。ああ、これ三つとも破られてる。ワンとツーで破られてる。あ、スリーもか。評議会も潰してるからな。はい、出ました。難易度はアポカリプティック解放。真のアポカリプスの4騎士のための究極のチャレンジ。難易度はチャプター選択メニューでいつでも選択できる。イエーイ。サマルと会話不可になったのか、そういえば。あれ、ラストチャプター何もなかった。っていうか、やっぱりルシファー出ないじゃん、思ってたけど。大炎上して視聴者稼ごう。それもあるかもしれないね。出てアポカリプティック4騎士のみが挑戦できる。あ、1400になる。すごい。固定で1400だ。あ、すごい。ガチのやつじゃないか、これ。すごい。あの、ハードとかから変わったとかってレベルじゃない。13倍ぐらいになってる。あ、すごい、これ。頭おかしぐらい上がってる。やべえ。思ってたのと違う。まあ、そうだよな。強化とか全部できるわけだもんね。本当だったらもう。そうか、そうか。やるか。やるか。とりあえず、強化とか行おう。あれ、これどうしよう。先ほどのモロクをリンチするか。リンチってアップグレードわかるか。ようこそ。ようこそ。ようこそ。負傷の器は、クリーチャーコア却下。あれ、クリーチャーコアこれは、グレード改ざん、改ざんの範囲が 100% 向上する。これで。これ装備してるね、ファントムガード。ショートキャスター。純ライフさえ回復はいらない。サファリング。下地ウォーナーじゃないな。アポカリプティック難しすぎだろあれ。やるけどね。無敵時間のフレームが上昇する。これ後で絶対いるな。敵を倒すことで6秒間フルが上昇。いや、まずはこれか。不死者の器をとっとと買うか。もうちょっと魂をくれ。おいしい、おいしい魂を。これどうするよ。結局ラスアビリティフューリーの
フュージョンのごめん、ストライフの入手してないと、弾薬一つ入手してないのがあるんだよね。まあ、どこだかなんとなくわかるけど、アポカリプティック強化なしの素潜りしようぜ。全部現地調達や。絶対途中でプッツンするやつですよね、それ。かなり温まるやつ。そうか。それで言うと、アリーナもじゃあ全部クリアしてねってことか。これ、モロク出てこないの？あ、モロク出てこないんだ、ここ。てか、本当にボスは出てこないんだ。本物のボス。ストーリー上出てくるボスね。アリーナ。出てこないみたいね。よし、じゃあとりあえず、アリーナ手当たり次第にやるか。スプレイ&プレイ。目的はもちろん、コアを集める。と、まあお金だよね。残りお金でただね、強化できる項目が実は少なめなんだよね。グラブリング、確か攻撃力アップがついてたんだったか。アポカリプティックとハードの差がすごいね。ていうか、アポカリプティックでクリアしたらハードでもクリアした扱いになるのかな。そこが気になる。なぜかというと、そしたらハードでわざわざもう一周しなくてもいいじゃない。一気にアポカリプティックでいい感じ。別にやらなきゃいけないんだったらハードでもやるけどね。ついでにお金貯まったりこうした準備ができるから。あ、間違えた。変身するつもりじゃなかった。キャラクター変えるつもりだったんだけど、うっかり変身ボタン。そうだよな、使ってる子は全部強化しろってことだよな。そういえば、ああ攻撃範囲が広がるやつどこだっけ。両側に着陣的な、ああストーンスキンが使わないやつ、使わないやつで後で変えた方がいいな。シャドウのブレッドカイザー、あこれか。3になるところあるかな、これ。3になるところここか。ラスパワー増加もう入れちゃってるしな。ここら辺でいらないのは、あこれだ。ブレイドカイザーの範囲アップ、どこだ。デモニックマンサー、あーでも 1% か。ライフサイズラスパワーがそれぞれ増加。これかレギオン、オノブロガー増加ね。これは別にいいんだ。これか。あこれでも1だ。勘違いしたわ、勘違いしたわ。あれ1だわ。ここ1じゃダメだわ。3のところじゃないと。3のところねえのか。困ったな。じゃあ2、これで我慢するか。3だと思った。あそこここに、おっとこれ違う、これ何取ったんだ今。これかな、フォールンハウンドかな。攻撃力増加だもんね。レギオン、これかな。デモニックマンサーが一番安さげ。これが一番下げだよな。他のところ強化したいんだけど、ライフ 25% 増加する、語彙力とラスパワーが 2% 減少する。これなんなら攻撃力アップ系のと取り替えちゃってもいい気がするけどね。ライフより攻撃力欲しいけど、ライフ最大値、攻撃力、ラスパワーがそれぞれ 2.5% 増加。これは絶対取れない、取り出せない。攻撃で与えるダメージの 4% 分ライフを回復する。
攻撃力増加は無理、トーメント取れない。オーガブロッカーのダメージが 25% 増加する。ストライフの攻撃力とラスパーが上昇。ライブ 5% 増加、ダメージシールドかライフ最大値の 10% 相当するダメージ吸収する。これ吸収が襲う方の吸収になってるの面白いな。本当レギオンシールドベアラー、こいつどこで出てくんだ。マモン回避時間増加か。こいつ欲しいな。ライフサイズの 5% をするダメージ吸収するシールド。ただこれ多分レベル最大じゃないとあんまり意味がない。あと防御的なものをあんまり取りすぎても意味がないといえば意味がないよね。雷うるさい。本当にこの SE なんとかなんねえのかな。うるさいってレベルじゃないよね。ウェブ7、この弾薬本当に強力。オッケー。3000ね。ポイントね、ポイントちょっと見てるんだけど、これ最高難易度のやつじゃないとあんまりポイント出ねえな。アポカリプティックアーマーがあるからちゃちゃっと取りたいんだけど、ポイントの報酬で。ラストウェーブ、アポカリプティックアーマーじゃない、アビサルアーマーだ。何アポカリプティックアーマーって、新しいやつじゃんね。痛い、変身するか。ボス系だしな、練習しとこう。硬い硬い。硬いな、本当に。あ、落とされた。雷使うのやめ。ストームコーラー、ラスパワー 5% 増加する、ライフが 7.5% 減少する。構わない、持ってなかったんだこれ。ポイント微妙。クリーチャーコア誰、レギオン持ってるよ、レギオン持ってるよ。果てしなく遠いな。2万とかどうやるのこれ。2万とか最後のやつじゃないと無理なんじゃない、無限にやれるやつ。思うんだけど。とっとと5万貯めるか。まだ持っていない、入手してないやつが1つあるな。何なんだろう。ああそうだ、ちょっと気になってることが、クエスト、アビサルアーマーが手に入るクエストある？ないな。ストライフのゴールドアーマー、難易度アポカリプティックで全17レベルをクリアする、これは別にいい。王のゴールドアーマー、アリーナでスコア7万以上達成する、これも別にいい。ああないか、よかった。アーマーのかけらとかここで入手できるやつがあったらやるしかなくなるから、ちょっと気になってたんだよね。ないみたい。バスティオンズ4で堕落していない天使を救う、これはちょっとやらないとな。このコインがもらえるやつはね、
アーティファクトを一点も破壊せずに魔王を倒す。これをやろうと思えば。クリスタル無力化せずにベリアルを倒す。お、ちょっとやってみるか。ベリアル、ベリアル、マーモンホールド、ベリアル、これか。ベリアル確か何らかの理由で必要だったようなアイテム。どうしようかな。まあいいや、このままでいいか。とりあえずベリアルだけ、しこたま殴りゃいいってことだろう。これがベリアルの持ち場。よし、いっか。で、間違えて攻撃出ないようにこれに変えてと。落ちた。何？デモニアカに比べたら柔らかい柔らかい。各種ボスは最強装備連発してるのに1分で数ドット削れるかどうかやで。言ってたね。で、あれでしょ？割と行動をミスると死んじゃうんでしょ？確かデモニアカ。即死系の攻撃やってくるから、それをどうにかキャンセルできたりとかしないとダメなんだよね。ちょっと覚えてる。ウォーでクリスタル無力化しちゃいけないんだろう、確か。これは関係ないけど。敵落下。そう、それそれな。ヘイベリアール、スキップ、死ね。ぶっ殺してやる。クリスタルダメなんでしょ、クリスタル。今もう中央行っていいのこれ。よう分からんのだが。知ったことじゃない、このままやるぞ。HP 回復するんだっけこれ、ほっとくと。 OK。 食われた。 HP 回復しちゃうんだよね。汚染が奴に力を与えているのだ。知ったことではない。倒すぞ。よし、ラストワン。ひどい汚染だ。神への冒涜だ。おっと、クリスタル、クリスタル言ってるけど、俺はクリスタル関係なく殴るだけだからな。よしよしだ。リクエストは？ベリアル最大、やったぜ。ちょっと強化される。クリスタルの無力化せずにベリアルを倒す。やったぜ。 OK。 ガントレットをクリアする。決闘への挑戦。ガントレット、リバイサンスランディングの最後まで到達する。デスローンで仕事を怠けているリザードもただ、これ別にいいや。インフェルノ、フォード、アーティファクト、ディケイでヘビを全てベリアルの行為をパリで受け止める。誰か、ケバブは？アスタルテが蘇すネフィリム全員に処刑を使う。ああ、できるけど。トレマーガンドレット、モロクのクリスタル20個粉砕する。これいけそうだな。こっちは1万前後の HP に対して画面全体100万超えダメージを飛んでくる。いいゲームやな。どんまいどんまい、あるからあるから。ダメージを受けずにモロクを撃破する。え、何これ、ダメージ受けずにモロク相手に5回パリーする。ダメージ受けずにモロクは難しいな。これどうせモロクのコアが入手できるんだろう。
ウォンドライフコアをこれ多分最終的にすげえ攻撃力上げて遠くからストライフでなんとかする。うん、それしかないかな、やるんだったら。これ実績入ってんのかな、ちょっと取りたいんだけど。あ、そういえばクリーチャーコアのおかげでちょっと強化されたぞ。これだよね、ベリアル。攻撃力、攻撃で与えるダメージの8%分回復する。やったぜ。モーロクあと2体ぐらい倒したいな。攻撃力アップがあるから、でけえんだよな、これ。こいつは？これ、いつ一番微妙なんだよな。この色でなんかもっとマシなのねえのか。金星、ストーン完全に死んでるから、ダゴン。近接攻撃時に3発目がチェインライトリングが発生する。これでもういいんじゃないかな。ウオのパリーゲンで敵を倒すことでストライフの威力とラスパワーが6秒間3%上昇する。うん、こっちかな。あれよりはマシ？これも微妙なんだけど、マシなのねえんだよな。マシなのがね。ストーンスキン強化。これは。ラスパワーが5%増加する。HP が減るけどね。OK。とりあえず外で出よう。あ、なんかピリピリ鳴ってるけど、あれか。例の能力のせいか。ストームコーラ？なんだろう、こういうピリピリしたエフェクト出てるとあれっぽいな。 韓国産の MMO。 魂かね、コインかね、両方だといいが。韓国産の MMO やな、これ。道中気をつけてな。あ、いいよ。他にできることは？クエストでいけそうな。バスティオン、フォール、ガントレットクリアする。ガントレット？ガントレットをクリアする。アリーナンどれか。違うな。ガントレットってなんだろう。ガントレットって何のことだろう。気になるね。ボーンズ・オブ・リバイアさんとかもないしな。ドックス・クリーチャーズ・ハントリーナ、ないな。何のことだろうね。謎だ。そう、技で必要なのなんかなかったっけか。イビシレーター、これで全部？ストライフはね。全部買っとくただか。のものなんてないわよ。あんたたちがこれをどこで入手したかなんて知りたくもない。強化連鎖コンボ。やっぱ知りたいかな。もうちょい。とりあえず、ストライフの技を全部入手した。アリーナで残りだ。12345678910あと11か。結構あるね。やってるうちにそこそこコア集まるといいんだけど、目当てのやつはどうせ出ないんだろうけどね。目当てって言っても今あんまり欲しいやつそんなに実はないんだよね。だいたい欲しいやつ大きいコアの方だから。とりあえずはアビサルアーマー欲しいかな。あれ、最高難易度どこからどう見てもアビサルアーマー入手してからの難易度っぽい気がするんだよな。本当はもう入手できるわけだしね。編集するか。真ん中のやつが硬い。オッケー。そう、弾薬一つまだ入手してないのがあるんだよね。どういう能力だろう。
OK。そういえば送ってもらったサウスパークだけど、あれ普通にゲーム面白いらしいね。あの RPG 面でも見た感じ普通に面白そうだったんだよね。本当に下ネタ系大丈夫だったら、下ネタ系と差別系が大丈夫だったら配信大丈夫なんだけど、あれはちょっとあかん。割と本当に炎上しそう。ウェブ6、もう両方献身使えるか。これでこのクラブのやつは確か欲しかったんですよ。クラブリング、これ確かステータスが上がるからね。ゴールドエディションで送ったけど、ダウンロードの大量にあったからどこまで含まれてるのかわからんちん。おお、了解、サンキュー嬉しいわ、ありがとう。全然大丈夫だよ、全然大丈夫だよ。あれやっぱ配信まずいかな。多分配信ね、あのちょっと今やりたいって思ってるんだけど、やらない方がいい。あれは配信多分ガチでまずいやつ。YouTube にやってる人なくはいないけど、それぐらいヤバいネタがある。まあほら、アニメ本編が炎上するぐらいのやつだからね。おっとっと、ビームショットに変えて。おっとっと、こうやって倒すポイント高いとか高いとかそういうのないよね。最終ウェーブってことで変身。あ、最終ウェーブでもスカラベなんだ。あー、スカラベの強いやつ出た。どこ来た、あいつ、あいた。あれ、これスカラベクイーンだっけ。どうした、スカラベクイーンだ。どちらにしろもう持ってるんだよね。おお、彼女のは1800もらえるのか。そんなに出ない敵だもんね。7000、2万だっけ必要なの。2万だ、まだ半分もいってない。このポイントが実はよくわからないんだよね。上に倍率ステージごとに出ているのはいいんだけど、結局ステージごとに取れるポイントが固定っぽいんだよね。ここだ。お、そういえばウォーとストライフのステータス並んだな。1094。
あれか、技購入すると変わるのか。さっき大量に購入してたけど俺カウントされるのかな、なんか関係ない気もするんだけど技。倍率6倍。あ、天使系か。こいつらダメージでけえんだよな。またか。いて。あ、HP 上がってるからそんなにでかく感じないな、ダメージ。うん、とか言ってて死にかけてるわけだけど。あ、こいつらか。こいつの確かコアいいものなんだっけ。そうだったような。裁きを受けてもらう。よいしょ。あるのは闇のみ。あるのは闇のみ。勇気の天使。勇気ね、勇気。これだっけ、エージェントチャンピオン。どうだったかな。死にさらせ。いきなり高い音鳴るのびっくりする。あ、ストームコーラ。じゃあせっかくだから、こうかな。もう一体。おっと、いらっしゃい。ゆっくりしててください。タイトハンダ出るな。そう、 HP が最大値の時にポーション使えないのか。今使おうとしてたんだけど、あのポーションをわざと使って、使うと下の、 あのラスゲージも回復するから、技を使うために回復してたんだけど、使おうと思ってたんだけど。もう溜まってんのか、それ。変身。OK。最終ウェーブ。おっと。この敵吹っ飛ぶのなんとかなんねえかな、空中にいるとき。
変な吹っ飛び方するんだよな。しかも立ってるようでしょ。あ、死んだあいつ。ボスがまさかの落ちて死んだ。たまにあると思います。まさかボスが落ちて死ぬと思わなかった。これでおしまいだ。落ちて落ちて死んだ。まあまあまあいいけど、まあいいけど、あんま怖くもねえな。王の残りの技買いに行くか。上がるかどうかもテストしてみるか。多分買っても上がってないと思うんだけど、パワー純粋にステータスのはずだから。あなたたちは私のお得意様さ。あ、もう一個あるか。ウィンジャンス。ブロックカウントのために 40%、たつきつの範囲が 50% 増加する。あんたたちには最高のアイテムだけを調達する。ああ、上がった。技じゃ関係あるのか。あれ、別に攻撃力とか上がってないはずなんだけどな。技でも上がるんだね。まあいいでしょ。上がるなら、それそれでいい。やはり2体、ここも1体、取っていないやつがあるな。エンジェルの方の場所か、これ、出てくるクリーチャー的に。あとでガチャで出してもいいんだけど、レアかな、出てないってことは。さっぱりわからん。こいつら連鎖しねえんだよな。地面に潜るんじゃねえ。出てないの攻撃当たるし。クラブ。そうだ、これうるさいんだった、使うと。おっと、貴様らは我ら全員を破滅させた。オッケー。天使嫌い、天使。ああ、ネフィリムか。ネフィリムも最大値まで持ってるんだっけ。まあ必要だったよね。多分最大まで持ってるな。あと1個だ、ネフィリムブルート。もう何体か出てきてくれねえかな。強力なやつ出てきた。この今出てきた人のコアも確か持ってなかったはずなんだよな。吹っ飛んじゃうかな、これ下手に攻撃すると。穴に落ちそうだな。穴落ちたならそれでもいいんだけど、コアが欲しいからできれば。変身。他のネフリ硬いのも嫌なので倒すか。
どこだかよくわかんないけど弾当たってる。硬いから始末しよう。よっしゃ、ネフィリムプルート最大やった。ネフィリムプルート、ネフィリムプルート、ネフィリムプルートあった。語力 10% 増加、ライフが 5% 減少。他に3のやつあるやな。ここか、行動チェンジだ。ネフィリムプルート、ネフィリムプルート、これだ。あれ、ここ2、3じゃないの。ちょっと待って、2のやつをとりあえず突っ込めばいいんだね。1だったけど、ラスパワーが 1% グラブリングだったかな。じゃあこれだ、これでいいや。とりあえずここにレベル3のこれ、これが 15% 増し、ライフが 2.5% 減少する。これにして2だろ。2のやつなんかある。微妙なの。ラスオーブ、シナジーのチャージ速度、敵が高ぶるからやれる、ソウルが 10% 増加する、ラスパワー 5% 減少する。いらねえ、そんなものいらねえ。アナーキーフォームの持続時間が 5% 上昇する。それでもいいけど、持続時間 20% 延長、最後強力だな。 5% だとあんま変わんねえだけど、ストームコーラーでいいかな。ライフが減少は別にいいんだよね。トータルパワー実はちょっと下がるけど、減少入ってると。どちらにしろ攻撃力上がるのがでかいので、ネフィリムのやつでね。お、またでかいのだ。最近はでかいのがよく来るようになったね。すげえ広範囲まで届くよね、ホットストリーク中は。そういえばスパースパークのセールはあと2日、あと2日弱ぐらいでみたいで、今ダウンロード系も全部だから、場合によっては後で確認しとくとええわよ。おお、了解、サンキュー MQ さん、サンキュー、助かる、ありがとう。全部入ってそうだけどね、さっきのゴールドエディションだと。どうなんだろう、たまにあるもんね、ゴールドエディションでも全部入ってないのとかね。ありがとう。あれ、確かサウスパークのゲーム、最強のキャラクターが、敵キャラクターがモーガン・フリーマンだったのを知ってるんだよね。なんだっけな、マクドナルドかどっかでバイトしてるんだったはず。で、モーガン・フリーマンに喧嘩を売ると、なんか倒す実績あるんだけど、モーガン・フリーマン。そういうゲームです。知らない人ね、そういうアニメです。サウスパークのゲームはあれは実況できねえからな。なんだっけ、序盤からモーガン・フリーマンに喧嘩売れるけど、喧嘩売ると大体勝てないっていう、そんな感じだったはずなんだけど。あいつ神やってたからな。
おっと切れた。はい、敵ストームコーラ最大まで持ってたよね確か。あ、ストームコーラ最大じゃないや。グラプリング9000いった。ソウルクリーチャーコア、どうせ特に役に立たないクリーチャーコアなんだろうだと思ったよ。だって6のクリーチャーコアくれないんだもの。レギオンチャンピオン、ラスパワーが 2.5% 上昇する。あれ、レギオンチャンピオンはどうだったかな。最大まで持っているすでにような気もするんだけど、レギオンチャンピオン、グラブリングをもう2連2になってるのか。今でも2だよね本当に。レギオンチャンピオン、レギオンチャンピオン、あとレギオンチャンピオン、ラスパワーが 5% 増加。どうだったかなこれ、どうだったかな。こことチェンジしてもいいんだけど、ライフ最大値が 1% 上昇する。アシッドフリー、ライフは別にね。アシッドフリー、ライフが 1% 上昇で、レギオンチャンピオンどこだ。これ変えた意味ねえな今考えると。ここ2だもんね、もともと3のところに入れようかなってちょっと思ってた、なぜか3ここだからね。フォルフとラスパワーが 2% 減少する。フォールンハスク、フォールンハスク、こいつは欲しいな最大のやつ。ああでもライフ上昇なんだよな。フォルフとラスパワーだったらね全然そのままでもいいんだけど、あとモロクそろそろまた帰りに行く時間かな。モロク戦もう一回やるかな。モロクはあと一体だけしばき倒してくるか。あ、もちろんもちろんね、あの難易度を通常に入れたけど、あれイージーの方が良かったな。あいつ硬いんだもの。一回ビション放棄するか。イージーだとどのぐらい変わるの、あんま変わんない気がするんだけど。モロク普通の難易度で540なんだ、下表記は。めちゃくちゃ嘘だろこれ。なんでハードが668なのにアポカリプティック1400なの。おかしいだろ、倍以上じゃん。これで412、あんま変わんねえや。 HP が下がるかな、倒すの時間かかるからこいつ強いというより。いや強いけど、しっかり捕まるんだぞ。低級悪魔を倒していい気になった。そういえばちょっと気になるな、これクエスト見ると隠しエリアがあるのか。あれ難易度ハード全17レベルをクリアするって出てるんだよ。17ステージないんだよ今作。1個隠しがある、1個隠しがあるのかこれ。本気で勝てると思っていたら奴など隠しただ。奴など隠しただ。あー、モルクのダメージは無理だった。モルクノーダメージがあるからね、ちょっと頑張ったんだけどダメだったよ。二度と油断しないぞ。一日中やるつもりか。ゲーム、あ、倒された。油断したらこれさ、貴様らの敗北は深い。敗北などせぬと思う。王の前で荷狂いするがいい。さあ続けようか。本土日本えちゃ、よし、二度と引っかからねえぞ。
その攻撃うるさいんじゃボケ。本当にうるさい。お前の剣は俺の剣の足元にも及ばない。さあやれ騎士ども。オッケー。モルクを二つ目。イエーイ。あとついでにお金大量。どうしたものかな。あ、こっちじゃないし、ここ何なんだろう。このステージ実は結構広いんだよ。この拠点、ここでアイテムを入手しないといけないのも無視してるんだけど、俺ここ、あの船乗りのコイン、ここだけで21個あるんだよね。トリクスターのもんもあるし、エピックチェストも実はあったりする。これってあれかな、欲しいものは何でも揃って。ここがステージ一つ分にカウントされてるのかな。ヴィンジャンス、お、これで強化項目全部購入した。あんたたちには最高のアイテムだけを調達するよ。珍しいね、技を全て購入するみたいなのはないんだね、実績で。この協力関係が互いの利益となることを願ってるぞ。はいはい。不死者の器5万か。もうちょっと魂をくれ。おいしい魂を。クリーチャーコア、ちょっとテスト。6。最後が 10%。今の倍か。普通に欲しいな。もう一回モルコしばくか。モルコしばき倒そう。そういえば今日めちゃくちゃプレイしてる感じするんだけど、実際は1時間しかプレイしてないんだね。しっかり捕まるんだぞ。行くぞ。またすげえうるさくなるからみんな気をつけてね。本気で勝てると思っていたのか。やつづきにしてやる。そういえばサマエルとダークサイダーズ2で戦闘することになるんだけど、あれかな、サマエルの使っていた剣ってこれかな。奪っているっぽかったから剣を。王の前で身震いするがいい。貴様らの敗北は深い。私を倒すのは不可能。二度と油断しないぞ。恐れ。痛えってば。モルク相手に5回パリする。あ、先ほどパリしたのをカウントされたのか。うるせえ。あ、 HP 全部持ってかれた。今のかち上げか。かち上げ全部入った。うるさいってばモルク。視聴者にダメージが入る。なかなか粋なゲーム。怒りを解き放とう。さあ、続けようか。モルク戦俺ふざけてるけど、あの下手すると本当に死んじゃうんだよね。
こいつ攻撃が半端じゃないから。一日中でも。生ガキもいでくれようぞ。お、どうしたんだって。あれ、赤炉か。生ガキはあっちじゃ。あっちじゃ。さあやれ、騎士ども。よし、モロク最大値。こいつ一番金になるな。さすがラスボス。結局ルシファーいねえのかよ。ねえ、本当ラスボスルシファー期待してたんだけど、本当にいねえからな、あいつ。まったく、どのシリーズでも、どのシリーズでも来ねえんだからあいつ。4だろうな、この流れだと。4で出てきそうだけど。よし、次だ。これ一気にこの先の方まで行ってみたい気もするんだけど、1個ずつクリアしよう。ガーディアンズ・オブ、これ色が、カードの色がここから違うんだけど、どういうことなんだろう。ガーディアンズ・オブ・ファイヤー、クリア済み。お、了解です。いってらっしゃい。気をつけてね。お出かけとのことで。気をつけてください。誰だ？オフェルハンド、そういえば最大になってる。いつの間にか。オッケー。ああ、そうだ、ウォーに、ウォーでゲージ貯めないと、変身用の。そういえば、この前の動画でもコメントしていたけど、やっぱりウォーってこう技が増えると化けるよね。序盤使いづらくてあんまり使ってなかったんだけど、使いづらいっていうかね、コンボがあんまりつながらない感じだった。今は使いやすいね。特にこのダッシュ後の月が出せるようになったのが一番でかい。王は特に技を購入したことで差が出るキャラクターだね。そういえば昔の構想だと、今作ってダークサイドシリーズ4作品目でラストで、ストーリー的には一応完結で、4作品目ではできれば4体のキャラクター全員を使えるようなゲームシステムを作りたいって言ってたんだよね。今作みたいな外伝のシステムでやればいけそうなんだけど、それはどうするんだろう。ほら、今作って他のシリーズが 3D アドベンチャーアクション RPG 要素になるね。なのに対して完全にほらクォータービューで全然違うタイプのゲームになってるじゃない。まあ、といってもエッセンス入ってるから全然違うとも言えないんだけど、まあ視点が違うしね、カメラの視点が。印象的にはね、別ゲーじゃない。なのでこれだったら4人プレイできるんだけど、やろうと思えば。新作の方どうするんだろうな。4が出るとして 3D 系で4人でプレイできるってやってもいいんだけど、あまりないよね。なんだろう、このタイプのゲームだとそれで 3D にしちゃうとあまり良くない気がするんだよね。 3D で4人プレイ、
ほら、ダンジョンの探索とかあるから、今作。ダンジョンの探索とかパズルがあるから、難しいと思うんだよな。クォータービューだと、例えば、正式名称を忘れちゃったんだけど、ゼルダの伝説で、ゲームキューブとか、Wii にあった、確か、見下ろし方、こういうクォータービュー視点の4人でできる4つの剣だっけ、ゼルダの伝説4つの剣だっけか。あれみたいな感じで作れると思うんだよね、パズルとかも。まあ、そもそも4人いなくても攻略できるわけだけど、あれ。で、実際にストーリー上だと、初代のストーリーのラストでも、2のストーリーのラストでも、あれ、3のエンディングはどうだったかな、ちゃんと見せてたか覚えていないんだけど、ラストで、こう騎士4人とも合流してるようなシーンがあるんだよね。隕石が、ウォーが地球にすでにいるんだけど、その隕石が3つ、ウォー以外のね、騎士が降りてきてるような感じで、地球に降りてくるんだけど、それが他の騎士たちだよね。その中に騎士が見えたはずなんだけど、なんでまあ合流してるんだったら、せっかくだから他の騎士も使いたいよね。魔法使いできれば倒したいな、これ。デカブツよりもそこそこ邪魔。あ、倒した。もう一体いるっぽいんだけど、下の方に。ドロップしろ。モールテンハウンドどうだったかな、なんかいいものだったっけかな。あ、ここポイント少ねえな。だよね、少ないよね。これ難易度アポカリプティックにしておいて、アリーナ行くと変わんないか。やっぱりアリーナはアリーナで固定みたいね。あー、この周りの枠ってクリアしたことがあるところないところか。なんだ、そうだったのか。どんどんラストの方に近づいているけど、スコアは上がらない。目標2万だからな。おっと、今これでもいいや。おっと、大野も貯めるか。敵倒れた時にトトントトンっていうのもやめてほしいね。お、でかいやつ。そう、ベリアルから入手したコアの影響で、確か回復力が 8% に増えていたはず。こちらの攻撃が敵に当たるとね、回復する量が。ポーションを使う確率というか回数が減るから結構いいんだけどね、あれ。ポーションの回数半端なんだよね、8なんだね。もしかしてステージ上でアップグレードがさらに手に入るかもしれないけど、これだいたい10個とかじゃない？10個とか5個とか。
という気がするんだけど、どうかな。硬えなぁ。結局ここで使わない使わないから。お、もう行ってきた。オッケー。アーマードチャンピオン結構強い敵なのに必要なコア数多いな。20個、レベル上げるまでね。最終ウェーブ、大でかいの来た。あ、こいつ必要だったやつだ。確かアーマーをドロップしてくれるんだっけ。アーマーじゃない、シールドが発生するやつ。一時的にかなり強力な能力だったはず。こいつドロップしてくれるとありがてえな。ダメか、残念。7300、少な。これやはり最後の難易度のやつじゃないと。おっと、アポカリプティックじゃなくて普通にしとこう。最後の難易度のやつ、この無限、多分これエンドレスじゃないと2万は超えないだろう、これ。そんな感じだよね。あれ、こっちの方が簡単なんだ。620で、ここ606、レギオンズ・オブ・ドゥーム。最後見たことないやつだな。誰だ。で、ボスだろ、あれ。ボス系で入手してないやつ、こちらにもあるね。エンジェルズ&ネフィリム。うーん、オッケー、行こう。オッケー。もう、そう、これフリーかなって思ったら本当にフリーだった。どうなんだろう。ここラストのやつあれかな、前戦ったことあるボスだけどコア入手してないだけかな。アリーナオリジナルのボスとかいると俺は面白いと思うんだけど、いなさそうだよな。叩いて倒すのいいね。これうるせえんだ。なんでやんなかったんだっけなーってちょっと思ってたんだけど。どこ行った。あ、いた。技術を見てる暇はねえんだ。どうした。
次次次。まだ出てきてないだけか。いて。これそういえば初期の HP だと即死かな。そのぐらいだよね。で、これだ。戦利品にしてくれる。敵の数が少ねえからかな。やっぱりポイント少ねえな。まあどちらにしろ本番はエンドレスかな。してきた。硬い硬い。もうちょい。倒した。こいつか持ってなかったな。こいつだ。シャドウクローン。クローン一体出現させる。クローンのダメージは 40% 減少する。一体多めにってことか。ベレードダメージの 15% を多く回復する。ああ、微妙。あんま欲しいやつじゃないな。あ、そうか。でも、あの、ダメージ減少させても1体多めに出るんだったら、結局もっと多いのか、与えてるダメージは。よく考えるとね。悪くはない、悪くはない。シャドウクローン、俺結構対応するしね。まだまだ先は長いぞ、これ。これで。オッケー、いい感じ。例えばちょっと雑談関係ないこと言うんだけど、私ネットフリックス借りてるんだけどね、あのネットフリックスに最近遊戯王来てびっくり。昔の遊戯王デュエルモンスターズの方ね、あの昔の東映版じゃないよ、あれ東映版なんだっけ、新しい方が東映版だっけ、東映版が昔のやつだよね、あの遊戯がちょっとダークな方、あっちじゃなくて普通の遊戯王が来たんだけど、あれリマスター版が来てるんだよね。今日本のネットフリックスでジャンプ系の有名なアニメってほとんど見れるんだよね。実はすげえ金あるなって思った。日本だと Hulu とかを借りる意味があまりなくなってきてるよね。私 Amazon プライム借りてるんだけど、
Amazon プライムいくつかねオリジナル作品で面白いのあるから、 Hulu はどうかな。あれ Hulu だっけ、なんだっけ、キャッスルロック、スティーブン・キング原作のちょっとホラー寄りの海外ドラマあるんだけど、あれまだ俺見てないんだけどね。それとかかな。あと Hulu はたまに確かシリーズものとかをまとめて放送してくれるとか聞いたんだけど、だネットフリックスで成果主義で結果出さないとすぐやめさせられるから大変だって言いますね。らしいですね。昔はね、サウスパークでネタにされてたぐらいなんだけど、結構何でも企画通ってたんだよ。今年確かね、結構キャンセルされたものが多かった。ジェシカ・ジョーンズと、有名なのだとジェシカ・ジョーンズと、あとはパニッシャー、パニッシャーはキャンセルされた。ただパニッシャーに関してはちょうどいいかなって思った。シーズン2見たことある方だったら、シーズン2いい終わり方だったんだよね。ここから続けるんだったら、まあ、別のまた物語が始まっちゃうので、終わるのにちょっといいところかなって思った。あ、これ通らないやつだとあんま意味ねえのか。どうぞ。ネットフリックスでも難しいよね。あとお金はどのぐらい出してるんだろう、ネットフリックス制作のアニメ。そこが気になったんだよ。なぜかというと、日本産アニメあるじゃないですか、ネットフリックスで公開されている日本産アニメのほとんどが 3D なんだよね、実は。そこがちょっと気になった。バイオレット・エヴァーガーデンは日本もので確かネットフリだけど 3D じゃないんだっけ。バイオレット・エヴァーガーデンな、あれ俺見てないんだけど、すげえ綺麗だって言うじゃない。バイオレット・エヴァーガーデンといえば、ネットフリで私が唯一気になるのが、作品探しにくいっていうのはあるよね。ジャンルで絞ればある程度出るけど、なんていうかな、ウィッシュリストじゃないけど、なんかカテゴリーごとに自分で分けられるリストを、ウォッチリストあるんだけど、それを例えば友達とシェアができるとかっていう機能があると面白いと思う。 SNS 的なね、そういうのがあると例えば私はいいと思う。よく例えばハンドスタンドヒッポさんと私、これ面白かったぜみたいなお話してるんだけど、例えばウィッシュリストみたい、ウィッシュじゃない、ウォッチリストみたいなのとか、高評価を相手が与えた作品とかをシェアできるといいんじゃないかなとはちょっと思ったりする。友達がね、高評価を与えた作品とかね。ちゃんとネットフリックスは好きなことをやれるって聞いたけど、結局やりたいことやれないってぼやいてましたね。ああ、今日ちょうど見ました。あれ、ハンドスタンド一歩さんがちょっとリツイートしてたのかな。私も見ましたね。で、あれですよね、ヴァンパイアの揺り物を今作ってるんでしたっけ。あれなんか面白そうなんだけど、私ユリモノあんまり見ないんだけどね、あれ面白そう。おっと、変身。こいつ2体出るだけか。こいつら吹っ飛ぶから倒しにくいんだよね。好きなものやれないっていうのは難しいよね。ああ、そういえばあれキャンセルされたとばかり思っていたんだけど、確かロストインスペースの第2期が来週だっけ、15日公開だったっけかな。ウィッチャーの前に公開だったから15日かな、多分に公開のようなので楽しみ。15来週、来週じゃない、来週だにしようか。金曜じゃねえんだ。お、フリーハルクなんか必要だったような気が。あ、合計2万いった。うわ、すごい。合計2万いった。なんで急に、あ、急に目標のスコア到達しちゃった。タイドハンターやったぜ。レイオン CG マスター、フォルムハウンド、フォルムハウンド欲しい。やったぜ、スケルトンアーチャー、堕落者天使、アビサルアーマーのかけら。
クリチャコア、よし。今から、これで、主人公じゃない、ごめん、王のかけらが多分あと1個で完成。そや、アナイアレーションは見ました？ネットフリー。ああ、見ましたよ、見ましたよ。アナイアレーションどれでしたっけ？ホラーのやつ？新しい空間みたいなのがあるところに突然出現して、そこに探索しに行くってやつ？ざっくり言うと。あれでしたっけ？アナイアレーション。その名称知ってるから見たことあるはずなんだけど、混ざってるかな？俺言ってるの。おいしょ。収集品。あ、アビサルアーマーやっぱあと一つだ。クリーチャー壊すと台が追加される。素晴らしい。どこだろう、これラストどこだろう。お、あれですか、あれ良かったですね。特にその空間の中に出てくる化け物で、あれはいいデザインだと思った。クマに人の顔みたいなのが生えてるやつ、人の声を真似るの、あれはなかなかいいアイデアだなって思いました。最近見た作品でクリーチャーがすごい想像力あるなって思ったのが、イットの新作があったじゃないですか。あれ見たんですけど、クリーチャーの形状がすごく良かった。なんだろう、スティーブン・キングっぽいクリーチャーだし、あれミストのクリーチャーにそっくりだった。ミストもクリーチャー俺好きなんだけどね。映画版のミストね。ダサ作の方のドラマ版ではなくて。あれ2シーズン目やらないのかな、そういえば。この助けては趣味悪くてよかったですね。そう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 、それそれそれ、あれは本当俺も思った。すごくいいですね。気になった方ぜひ見てください。あれすごくよかった。あ、これどうしよう、目標額到達しちゃったんだけど、どちらにしろ全部攻略しないとエンドレスいけないから、このまま続けてもいいんだけどね。ここ物試しに一回やるか。アポカリプス。あれ？これアンロックされた時アポカリプティックって書いてなかった。アポカリプスになってんな。まあまあいいか。まあいいか。水晶以下なんだけど、まあいいだろう。行ってみよう。確か見つけられるものは全部見つけられているから、サイドクエストやるんだったらここ。あ、いや、でボス直行でいいか。相変わらずフォントが合ってない。サマエルの要塞が攻撃や。おにはなるろ。オッケー。戦闘は今始まったってわけじゃなさそうだな。全壁はまだ突破。あとちょっとね、見たい作品がいくつかあるから借りようかなって思ってるのといえば、ディズニープラス。あれ、海外版見たんだけど日本語で見たいんですよね。マンダロリアン確かもう出てるのかな、スターウォーズ。なるほど。あとスターウォーズ作品がやっぱり好きなので、できれば過去の作品をまた見たいなっていうのもある。自宅にね、実家の方に行けば DVD 置いてあるんだけど、昔の DVD ね、昔の DVD だぜ、ブルーレイじゃないんだぜ、DVD。ブルーレイ買い直そうかな。そういえば、ブルーレイといえばね、珍しく、今の人どうなんだろう、私のパソコン、PC には実はブルーレイ再生機器がついていなかったりするんだよね。一回つけようと思ったんだけど、てか前の PC ついてたんだけど、結局ほとんどネットフリとかで見るようになっちゃったから、めんどくせえなーってなったんですよね。硬いこいつ、硬すぎる。硬え、なんて硬さだ。これ攻撃力を明らかに上げろってことですね。わかります。これ一周目より硬えじゃん。ある程度 HP 減らしたら最悪とどめさせばいいだけの話だけど、たぜに無勢だ。お金入る量とかは特に変わってる感じしないな。このぐらいだったっけが。マックもブルーレイと相性悪いですね。ああ、そうなんだ。なるほどなるほど。あれは外付けで再生機器をつけられなかったっけ、マック。あれ外付けのあれはあるよね、グラボは覚えてるんだけど、
ノートパソコンも外付けのグラボとかあるんだけど、あれ今どうなんだろうな。あまり知っている人でノートパソコンでゲームやってる人があんまりいないんですよね。あまりが2回あったな今。付けられるんですが再生ソフトが純正じゃでないんですよね。ああ、そういうことか。なるほどなるほど、そっかそっか。私ね、基本使っているのがあれか、ソフトはそのまま Windows についてくるやつじゃなくて、メディアプレイヤークラシックとかを使ってますね。敵の攻撃高え、こっち敵の攻撃高え。一発ですげえ削られた。半端じゃねえぞこれ。ボスで普通に死ぬパターンだこれ。元からついてくるやつにいいやつあんまねえからな。あ、これ気のせいか、全然ドロップしねえぞ。これこれこれ、これがドロップしねえよって言おうと思ったんだけど、あでもそうでもねえか、さっきドロップしてたわ。よく考えると俺使ってなかっただけで、俺が気にしてなかっただけで。かてえな、変身しろってことだよな多分。これボス戦ひどいことになるぞ。早速敵のお出ましだ。ウォームアップにちょうどいい。編集するか。数はこんなもんだったか、もともと。この悪魔らはどっちの味方なんだ。知るかよ、どれも同じで区別がつかない。悪い、配慮に欠けてたな。勝て勝て、恐ろしく勝て。敵が見えん。これは処刑を対応することになるな今後は。おっと、馬が一撃でいなくなってしまう、やられてしまう。随分高い崖だな。気をつけろ、これを這い上がるなんてごめんだ。山登りの準備は万端するかしな。これにしといて。硬い硬い。待てか、オッケこの分だと、あちらを攻略するのも結構難しくなるね。あのエンドレスで7万取らなきゃいけないんだけど、ポイント結構進まないと無理だろう。あれ7万は負けることは許さん。このアポカリプスの難易度の敵ばっかり出てくるわけだからね。下手すると特定のボスとかで殺されてしまう可能性がある。お、倒された、倒された。シャレになんねえぜこれ。変身だ、時間稼ぎ。 HP アップがそこそこ重要になってくるなこれ。任務に関
関する情報が少なすぎる。気に入らねえな。死亡した際に自動でポーションを使うやつが必須になってきてるね。それとも俺たちを試して。ここからが真のダークサイダーズ。だからってな。こいつは面白い。後者であるからには他にどうしようもない。試されていようが従うのみだ。変身の使い方を少し考えないとダメだな。いわゆる変身を使って他のキャラクターが復活するまでの時間稼ぎをするように使う必要が出てくるかも。俺たちは違う。ここは右か。おっと危ない。戦利品にされるのは勘弁してもらいたい。来た来た。おっと、おっと危ない。倒したぞ。なんだろうな、ダクソ系のゲームをやってるような感覚になってきたな。こいつはいいや。これボス戦どうなってんだ。こまめに回復使わないとやばい。積む。回復最大まで回復するようになってるんだね。 HP そういえば。ほっと、すごい余裕がない。こいつは楽しい。全く別ゲーだ。それにつけてもこいつは硬すぎると思う。これが真のダークサイダーズ。倒す必要あんまねえんだけど、つい倒したくなる。
勝てえな。強制戦闘のところ以外は無視するか。ここら辺のやつらは確かコアも全部持っているんだよね。一番出てくるタイプの敵たちだからどうしても持ってるんだよね。とかなんとか遊んでいるうちにね、馬を馬壊されちゃった。馬壊されたってなんだ。馬を倒されてしまったんだけど、まあ、すぐ復活するからいいけど。ヘルハウンド多いよ。オッケー死ぬ死ぬ。おっと危ない。おっとやべえ、やられちまった。金貯まってるからボリグルミのショップでとっとと例のアップグレード購入しよう。よし、不死者の器、これで自動的に回復ができる。死んでしまったら自動回復ね。これあれもう全部購入した。技も全部あるんだよね。技も全部ある。あれこれもしかしなくてもコイン多め溜まる？もしかして。ちょっとじゃあしょうがないからクリーチャーコアとか購入しよう。ああそうだな、クリーチャーコア買うにしても先にちょっと重要なやつ買っとくか。こことかこれだよね、無敵時間増加。これは下手するとラストの方でお世話になる可能性が非常に高いので後で取ってしまいたいね。後悔をする。シナジーを使用時にシナジー使用時にラスピップを1補充する。シナジーストライフホットストリングメーター 25% 満たす。これも悪くない。次を倒すごとに 6% 回復。あ、他はあれか、ガチャか。あれこれ余らない、あのコイン余りそうなんだけど。ここから外壁の上に多めに用意されてるのかな、コイン。もっと軽い装備にした方が楽だと思わねえか。おっしゃ、コイン多めに用意されてるんだったらそれは助かるんだけどね。案外ボルグリムのアイテムとかをほとんど購入すると追加で何か出るとかあるかも。なさそうだな。あると嬉しいけどなさそうだな。さらに強化できるものがね出たりとかするとすげえ嬉しいんだけど。今落ちそうになったな、敵落ちそうになって戻ってきたな。見たからな俺今。我らは戦う。ちょっと待って、どうするこれ。
これ普通に変身使ってもボス戦前にまたまるパターンだよな本当は。いつの間に普通にいつの間に間違えて装備してしまっていたんだ。これ普通にもらえるお金の量も上がってるわ。この一箇所でだけでこんなにねあの序盤もらったら確実にバランス崩壊するから。ポーション自動で使用したな今。素晴らしい、ポーションゲーになるぞこれ。あ、ただポーションのクールダウンがあるからあんまり死んでてもダメなのか。さすがに死にすぎるとダメっぽいな。ちょっと待てよ、ちょっと次利用可能ポーション使用するだね。使用すぎても使用しすぎてもダメだけど、いてえ。硬いんじゃボケー。回復、あれだな、あの回復大量に落とす弾丸を対応することになるなこれ。元のダークサイダーズみたいになった。 B ボタンで敵を倒すことが多くなった。非常にボスだ。なんだこれ。ボスです。あ、そういえばまだ当たんないの攻撃。誰がこいつを召喚したんだ。モロクじゃないことは確かだ。ほとんどダメージを与える前にリスポーンが制限されています。よいしょっと、これで、あ、遠すぎて撃ってくれないのか。これでどうだ。勝て。力向上のためにあえて線画でイラスト描いて同人誌作ってるけど慣れないことしてるせいでめげたくなってきた。わかる。苦手なことやってるとちょっとやる気なくすよね。でもそういう向上心があるのいいですよね。しっかり自分でなんかこれ苦手だからこれやろうって思ってるのすごいと思う。頑張ってください。本当頑張ってしか言えないのが辛いけど。
あとあれはどうなんです、あのおどどど同人誌のあのイベントには間に合いそうなんですか。時間とかあるようだったらね、ちょっと休むのもいいかもしれないと思うんだけど。おっと、もうちょい。これやっぱり一つ一つのボス戦が難しくなってるのいいね。倒した。他にもこんなのに出くわさないことを願うぜ。時間を無駄にしたな。早くサマエルの元に行かなきゃ。ローフィンド、やべえ、3万ちょっとも入った。これはガチャ回せってことですね。わかる。コミケはなんとか間に合わせるつもりですわ。おー、了解。大変だからなー、そういうの。やっぱりそのイラストとか同人誌を書いてて、どこら辺が一番時間かかるというか大変ですか。同人誌を落としてブースにいるのほんと苦痛なので。なんだって経験があるって。仕上げ、なるほど。やっぱり人にもよるのか。なるほどなるほど。一回変身しようかな、こいつ一体倒すのにも結構時間がかかってしまう。オッケー、倒した。あれ、ここでクリアじゃないんだっけ。あ、そうだ、ここもあるんだ。サマエルは分け合って俺たちをここへ送ったのだ。それを突き止めれば、ボイド、ボリグルメのショップ。とりあえずでもこれだけかな。パリの速度アップね、これだけだと思う、欲しいの。あとはランダム入手系だろう。うーん、別にランダム入手系はいいかな。シールドをくれるエンジェル、どこだったっけかな、出てくるの。あいつ目的で後で大量に買うわ。クイチャコチャンピオン7か。中にラスピップを3補充する。ああ、これは取っといてもよかったかもしれないな。ホストストリークを 100% 見直す。シナジーをやった後だよね。これは結構強力だったな。まあいいや。特に問題ない。さて、ここからは、モルクの領地で、ちょっとレア見てみよう。ああ、やっぱこれなんだ、レア。レオンシールドベアラー。ああ、こいつだ、欲しかったの。レオンシールドベアラー、やったぜ。レギオンシールドベアラー。ウォーのブロッカー、これもあるんだ。レギオンボルトスピッター、ライフ 5% 増加する。アーマードレギオンスピッター、ガチャを回すゲームになるな。レギオンボルトスピッター、クリーチャーコア、ちょっとチェック。ハウンドマスター、ホローフィンド、ドレッドウォーカー、アスタルテ、アスタルテは別にいらない。レギオンボルトスピッター、ああ10%になった。今出たのでかな。 20% 欲しいな。ラスピップ使用時に、ラスピップ使用時に、あ、シナジーね、これがさっきのやつか。
ダメージを展開し、ライフ最大値、あ、もう出たんだ。ライフ最大値の 10% 相当するダメージ吸収する。ダメージシールドは45秒ごとに再補充される。つけてもいいんだけど、ハートがねえな。ハートここか。回復ね。参ったな。防衛力増加。ハートがほとんどいいやつなんだよね。付け替えだったらこれとかなんだけど、これ無敵時間強化も欲しいんだよね。付け替えたいんだけど。ダメージシールドつけてえな。これ、多分つける際に、あれを見ないとダメか。アビサルアーマー追加された際だね。あ、一番難しいところ、人それぞれですね。コメント、サンキュー。なるほど、なるほど。これも微妙なんだけど、ここはね、いいものがないんだよね。これか？強いて言えば。ラスピップ使用時に2個補充される。それフォトスリムで 50% 満タンになる。入れるか。例のやつだけど。他は全部最大。これ以外全部最大。ちょっと早まったな、さっき購入したの。まあ、コインを見つければいいだけの話ではあるのだけれど。スカラベハルク、スカラベハルク、スカラベハルクはどこにいるの？お、間違えたものを装備しちゃった。フリーハルク。これ、アナーキーフォームが増加するんだよね。アナーキーフォーム持続時間 20% 延長される。よし、入れるか。ライフよりいいだろう。フォールンハウンドもどこだかわからねえんだよな。場所がわかればな、もっと簡単なんだけど。ジャーナル。来歴。OK。スモーカー。あ、そうか、これ本来はこのブレードを入手していないから、ストーリー上ね、一回入手してねってことね。 OK、 もう一回ガチャが回せるぞ。だから俺たちをここに、それが必要になると知ってたんだ。あ、ねえ、それってのは何だ。まあ見ててくれ。ワンマンショーは終わったか。サマエルの相棒が待ってるんだぜ。あるか彼方のどこかで。ふん、妬んでるのか。まさか。ああ、ごえさっクリア。これでクエストの最高難易度でステージをクリアするが一つ上がったはず。ハードで8レベルクリア。これハードでレベルクリアってあるんだけど、これカウントされるかな、アポカリプティックで攻略しても。だってほら、本当はハードでやってるのと変わんないわけだから。ハードより難しいわけだからね。アポカリプティックで8レベルクリアするで3000しかもらえないのどうなんだかな。ソウル、もっとなんかマシなものでよかったんじゃないかな、そこはね。トリックスタードは12、まだ足りねえな。アリーナでスコアを7万以上で取得する。王のゴールドアーマー、ガチャ回すか。ガチャ回す。で、どれが欲しいんだ俺。ステージ上で持ってないやつどこだ。持ってないアイテムがあるの。たまにいるんだよね、持ってないやつ。たまにあるんだよね。ここか。チャプター12、メールストローム。ダゴン。エデンのところか、ダゴンだと。ベリアル倒した後だから、エデンだ。エデンの何かレアなもの？そうだね。
エデンの何かレアなやつかな。ノーマルクエか、どれだか見当がつかないんだよね、実は。わしの店はお前の家、好きなだけくつろいでくれ。ドラゴンの領地、モロクの領地。ドラゴンじゃない、これダゴンだよね。カオスアナキフォーの蓄積時間が 20.5% 短縮する。お、いいね、これ持ってるよ。取引と行こう。あれなかった気がするな。魂をくれ。おいしい、おいしい魂を。あ、解除されたっぽいな。多分あいつだ。さっき一発目で出たやつだ。やったぜ。あれ、これでクリーチャーコア全部入手した。あ、クリーチャーコアはとりあえずステージ内で入手できるものは全部入手したっぽい。あとここら辺になんか入手してないやつがいなければ。あ、やっぱここで見ても全員入手しているな。あれかな、あとはクエストで入手できるやつとかがあるのかな。なぜかというと、確かね、実績で全て入手しろっていうのがあったんだよ、クリーチャーコア。俺、全部持ってない、実績今解除されないから、されてないから、多分、まあ、取ってないやつがどこかにあるんだろうなぁ、とはちょっと思ってる。さてと、ちょっと短いんだけど、今回はここら辺で終了したいかと思います。あとね、とりあえずアポカリプティックを攻略するまではやるし、多分実績全部解除を目指すと思うんだけど、一旦こちらは全クリをしたので、あのレッドデッドリデンプションのあのプレイも混ぜて配信などをしていきたいと思うので、よろしくお願いします。あれ、ストーリーが気になるんだよね。時間があれば今日また少し配信しようかと思っているんだけど、ちょっと難しいかな。できればまた配信したいと思います。例によって例のごとくツイッターの方で情報を流すのでよろしくお願いします。コメントや感想、チャンネル登録などお待ちしております。ライブ配信などの情報はツイッターの方に出しているのでぜひチェックしてみてください。もしよければ高評価の方もよろしくお願いします。ライブで見てくれている方はフォローよろしくお願いします。アーカイブで見てくれている方は先ほど言ったようにツイッターの方にね、情報を流してるんだけど、あとはライブ放送をしているこちらのサイトのリンク、私のページですね、のリンクなどを動画下記の概要欄の方に載せているのでぜひチェックしてみてください。みんなで遊びに来てね。ではまた次回でお会いしましょう。ホビドアでした。お疲れ様です。